プロスピにエスコンフィールド、あれは嘘だ。君たちは F ビレッジおじさんを知っているだろうか。どうも鍋豚です。あのエスコンフィールド実は嘘というか、まあ、僕が作った画像なんですけど、あれ、まあ、でもこちらね、はい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 、見てお分かりでしょうか。オーダーだけだったらエスコン気分になれるということで、打順見ていきましょう。1番レフト松本剛、2番ショート上川端大吾、3番セカンド石井和成、4番サード野村勇輝、5番ファースト清宮幸太郎、6番指名打者アリエル・マルティネス、7番ライト万波中正、8番キャッチャー宇佐美慎吾、9番センター磯畑亮太、スターティングピッチャー加藤隆之。ということで、開幕戦オーダーで俺がリベンジします。現実ではマー君にもチンチンにされたんですけど、一発勝負、開幕戦の敵は俺が取る。エスコンは気分だけ。据え置きの実装を期待しましょう。それでは行きましょう。いいですね、スタジアム。そしてこの並び、マー君じゃないですし、相手巨人になっちゃってますけど、まあまあいいでしょう。さあ松本剛さん、これは手離さないタイプの。ちなみにこちらね、2700侍ですね。いやー、やっぱでもこういうフォームせっかくなんでね、追加してほしかったっすね、2022以前のものにもね。いやでも山岡さん変化量マイナス1になるぐらいだし、いつのシリーズこれ。やばい、ちょっとラグ。ちょっと待ってくれ、マジでなんかすげえカッコついてんだけど。言い訳すんな。でもこの縦スラだけだったら、いやさすがに打つって。いいですね、石井ピンチちゃん。はい、まず初ヒット。いやせっかくのねこの相手ですし、なんとか勝ちに行きましょう。よし、よし、ジェームス。さあそして清宮、まだアーティストではないですね、さすがに。いやジェームスホームラン、いや実際のねエスコンでは見たいですね。清は選球眼なんすよね。選球眼というか俺がやってるんだけど全部。抜ける、よし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 、やっぱ打つんだよな清。そしてアリエル・マルティネス、俺は中日版だし特訓全然してない。もうちょいさ投げる感覚ゆっくりしてくれ、ね、ピッチクロック入っとんかお前。待って、巨人純正ではないです。ハッピーバースデー。さあお相手ね、打率3割6分8厘でしたから、気を引き締めて加藤と宇佐美のバッテリーで抑えましょう。やべ、コントロール上げてね、やべ、得の上げてくんの忘れてた。おおいおいおい、これ見たよ、これ現実でも見たぞこのエラー。これなんとかゲッツー取りたいな。ベスピが出ない、うん、早いんで相手が振るのが。いやー頼む、ベスピ出てくれ、これゲッツ、よし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 、えらい通り。あんまりゾーンの外で勝負したい。いやー入っちゃった。うわー今のもな、普段使ってる翔さんだったら取っただろうな。いや相手もね OB は揃ってますけど、スピリッツがなかなか押していけれるのでギリ入らない。こっから曲げてベスピナイス。いや外れすぎか。いやインコースストレート行こう。いや振り遅れだろ。よし見逃し三振。いや私はやっぱり奪三振能力なんですよね。やっぱ加藤選手がファーボール出すわけないですから。いいですね、やっぱみんなねちゃんと応援歌入れたんで、このためにね。ちょっとユニフォームだけビジターなのちょっとね申し訳ないですけど、絶対にこの試合の動画使うぞ。落ち着いて、本当の万波やるとえらい三振してましたけど、ちょっと待って、飛んだ。オーケー、ちょっとね。いや絶対泥化だと思った。さあ和製バリーボンズ、ちょっと待って、マジで打ち上げすぎ。さあ磯畑さん総力86、稲妻、ボッテボテ。ホームランの分ねエラーしゃあないとは言えないよさすがに。来るの早い。あーでも広角出てんだったらちょっとアウトコース怖いっすね。ナイスナイスナイス。いやちょっとゴールド帯なんで、これ見てる人大丈夫か。大丈夫だ、問題ない。はい詰まってる。あと、いやどんな能力、ちょっと待って、3-3、まあ、総力は別に4とかには下がんないけど、セレクションの写真かっこいいね。ちょっと1球、ちょっと舐めた配球だったね今。高
めも使っていきましょう。広角出てないですから。スライダー、これ見逃すべ。こっからならよし、完璧です。ちょっと打撃の方はあれだったけど、まあね、エラーはありましたけど、 J にホームラン出ましたけど、やっぱりこれですよね。やっぱ野村清宮なんすよね、うちはね。エラーあれ現実で何回見たことかって感じで、よかったマジで。そんなこんなでご視聴ありがとうございました。まあね、エスコンに実際に行ってみた動画もいずれあげたいなと思っているので、チャンネル登録等よろしくお願いします。それではバイバイ。